で、まあ、今回の実践地教育なんですけれども、実際にそのものを作るという時にはその機械工学だけの知識ではなくて、まあ、その付随するいろんな、例えば建築のものであったり電気のものであったり、いろんな必要なものというのは全て、まあ、身につけていかないとなかなかうまくはいかないということなんですね。まあ、そういったことを大学で学べる機会を作るというのは非常に重要なことだと私考えております。まあ、したがって、まあ、あの実践地教育、あの非常に私もあのやる気満々でやってるわけなんですけれども、まあ、少しでも学生がそういう広くものを見る力というのが養われればなと考えています。私は他の先生と違っていわゆる、まあ、一般には文化系と呼ばれる科学技術の社会学というものの研究者なわけですけれども、この、まあ、応用失敗学ではですね、まさにその文系の学問とオマリ系の学問をまたいで、こういうのを学際的にっていうふうに言いますけれども、学際的に学ぶっていうことを一つ大きなポイントにしてやらせていただいています。でそもそもあの工学っていうのはですね、社会人々の役に立つようなものづくりをするとかシステムを構築するとか環境を整えるといったようなことのために、さまざまなその学問を組み合わせて実際に現実の問題解決をするというのが工学だと思うんですね。ですので、まあ、そういう意味ではその文系理系の分け隔てなくこの失敗から学ぶということを一つの大きなテーマにしてですね、幅広い見方、さまざまなものの見方で、それをさらにその皆さん自身のお仕事に生かしていってもらうと、まあ、こういう学びの機会にしたいなと思って取り組んでおります。まず自信がつきました。私自身あの建物で仕事させていただいてたんですけど、その建物での仕事が結構専門分野っていう形ではなくて、あの電気とか空調エネルギーとか幅広い分野のものを見ていて、自分の専門はこれだっていうのをはっきり言えなくて、で悩んでた時期があったんですけど、幅広い分野の知識つけることによって見方の解像度がすごい上がるんですよね。あの機械とか見るにしても、あの機械的な見方もできるし、なんか電気的な見方もできる。で今回の、応用失敗学だと、まあ、その機械を見るだけじゃなくて、まあ、あの人がどういうふうに関わったかとか、その人がどう考えたかっていうところまで考えなくちゃいけないっていうところを学びました。特に機械工学っていうのはいろいろ学ばなければいけないことが多いんですけれども、例えばこう地震が来てある部分の応力が非常に大きくなってこの辺が壊れるかもしれないっていう意識をきちっと持った上で、なんでそれが重要なのかって勉強するのと、まあ教科書で最初から見てきてこう順番に順番にやっていくっていう、そのやっぱりギャップっていうのがあると思うんですね。例えば本当にそういうものが壊れてしまうみたいな現象を見たときに、きちっとそこをどういう形で設計していけばいいのかっていうのは、だいぶその現物の例示をするのと全くその本の中だけの世界でやっていくんだと、なかなか理解がしにくいんじゃないかな。で本当のところを理解してほしいっていうのを考えてて、今回の実践地教育ではやはりそういういろんな実例に基づいて皆さんにそういうものを考えてもらう場、まあ、やっぱり教育っていうのはただ教えて学ぶだけではなくて、自分たちがこの問題に対してどうなのかっていうのを考えていくっていうこと、これが非常に重要であると考えてますんで、私はなるべくそういうのをですね、学生に考えさせるようなっていう題材を選んでこうやるあのことにしております。あの私の現場経験っていうのは、まあ、他の先生と違っていわゆる企業で実際に働いたとかっていう、それあるいはものづくりの研究開発をしたとかっていうことではないんですけれども、ずっとその工学の先生方とさまざまな形で議論させていただいたり、一緒に授業をしたり、まあ、時にはその共同研究のようなことをしたり、まあ、そういう中で過ごしてきています。ですのでその、まあ、工学を専門にされる皆さん、あるいはその技術の実務に携わられている皆さんと、その文系 の, その研究者 の, そのものの考え方とか言葉の使い方とか、まあ、そういったものにどういう違いがあるのかということについて考えさせられる機会が非常に多くあったと思うんですね。ですので、まあ、そういう経験を生かして
ですね、この大学でもあるいはこの科目でもですね、なるべくその文系のその知識とかものの見方のいい部分を積極的にその工学を専門とされる皆さん、技術を専門とされる皆さんに生かしていただけるように、言葉遣い一つとってもですね、なるべく気をつけて、お互いに理解が深まってですね、それを生かしていけるような、そういうことに気をつけて取り組んでいます。授業に出てくる資料が違います。実際にある製品だったりとか、実際に国とかに報告された報告書が授業にそのまま使われているので、そのあたりがより実践に近いかなと思いました。なるべくその実例を挙げたりとかですね、世の中は現実にはこういうことがあってっていうことを、今まで教育してきたんですね。やはり今回のその実践地教育というテーマがまさにそこに合ってたんで、私はもうむしろやりたいことがようやくしっかりできるように、表向きにできるようになったなと思ってるんですね。だからそういった部分のところを、通常の授業よりはですね、時間を割いたり、あるいはちょっと工夫して授業に盛り込んだりもできるんで、これは学生あるいは社会人の方たちだけではなくて、自分たち教える側の方でももう一度そういうことを 見つめ直してですね、より、考え方をまとめたり、あるいは教える内容を向上させていくことができるのではないかなと常々思ってます。ですから、今年やってる内容とまた来年やる内容、再来年やる内容、少しずつこう進歩していくんじゃないかなと自分なりは期待しているということです。もちろん我々は教員として科目授業を担当してるんですけれども、しばしばその学生の皆さんから学ぶことが多いというそういう感覚が強くあります。実際その授業で取り上げた事例、お話した考え方、そういうものに対して自分のその職場とか業界とかそういう場面で、具体的な場面でですね、こういう似たような話がありましたとかですね、実はこうやって問題になって解決してきたんですとかっていうような、そういう非常にリアルなお話を伺えることが多くてですね、それは教員側としても非常に勉強になりますし、おそらく履修者の皆さん、受講者の皆さんもお互いに異なる業種、異なる分野の経験をですね、学び合うことができるというところが、やはりこれから社会に出る学生が多い中間部と、すでに社会で活躍されている学生の皆さん、あるいは受講者の方が集まっている実践地の大きな違いかなというふうに思っています。一番実感したのは、製品を見るときに細かいところまで目がつくようになったところですね。例えばそこに今カメラ置いてあるんですけど、カメラだったら動いてるのバッテリーなんで電気ですけど、設計とかは機械の分野で、動かす部分は情報の人がやってると思うんですけど、例えばこのカメラが壊れたっていう時に分析しなくちゃならないと思うんですけど、幅広い分野に精通してると、じゃあまず電気的なところから探ってみようかって言って、バッテリーはどうかとか配線はどうかっていうふうになって、機械的な側の設計はどうだったとか、応力はどうだったとか、変形はどうなってるか、情報的なのだとなんかバグはないかとか、制御の方法がうまくいってないんじゃないかっていう、いろんな方面から物事を分析できるようになったっていうのがすごい大きいと思います。物の考え方をやはり身につけていってほしいなと思ってるんですね。だから先ほど言いましたように、これから自分がやることは何が目的で、何が重要で、どういう性能が要求されているのか、きちっと自分でこう把握できる、考えていけるということを身につけてほしいなと思ってる次第です。そのためにはこういった実例も挙げながら、いろんなテーマで行われている実践地教育っていうのが、何らかの形でその考え方っていうのを育んでいってくれるんじゃないかなと、私自身もやりながら、将来の学生あるいは社会人で学び直しのしている方、役立てればなというふうに考えています。これからの社会で、ますます活躍する技術者として、キャリアを積んでいただく上ではですね、
やはり視野を広く持ってですね、自分は理系だからとか自分は技術屋だからという言い方であまりこう狭く物事を捉えないでいただきたいということを思いますね。この授業でも文系理系とかっていうような垣根を飛び越えてそれをまたいでですね学んでいただくっていうことを試みているわけですけれども、そういう姿勢っていうのは今後の長くお仕事されていく上でもですねきっと生きてくると思うんですね。今までの考え方とか自分が今まで身につけてきたことっていうのにとらわれずにですねたまに考え方を変えてみると、で実際新しい技術とかいい技術っていうのはやはりそれ新しい目の付けどころっていうところから出てくるっていうことがあるわけですので、ぜひそういう視点を広く持つっていうことをですね心がけていただくのが一番なんじゃないかなと思います。